キッチンリフォームの動画なんですけど、長いこと続きが作れなくて本当にすみませんでした。で、ここから先の作業なんですけど、一応ガスを止めないといけなくて、で、その都合で最低でも3日以上連続して作業ができないとちょっときついなってところだったんですけど、昨年そういう時がちょっと本当になくて、で、遅くなってしまったんですけど、これから続きを行っていきたいなと思います。それで最初の動画で段取りの方を説明したと思うんですけど、3点ほど変更したい点があって、で、まず1点目がこのシンクとか調理台を交換する際に、このバックガードのかぶせを取りますよっていう話したと思うんですけど、これを取るのに上のタイルを1枚ずっと剥がしていかないと、まあ、おそらくこれ外せないと思うんですよ。この辺にビス打ってあると思うので。で、このかぶせっていうのはもう取ってしまったら次は使わないので、今度新しいの入れたらこのバックガードの上に直接コーキング打っちゃうので、これは取ったらもういいんですけど、新しい調理台を入れたらバックガードの高さがこのぐらいになると思うので、そうするとタイルをもう1枚もう1回入れ直さないと、貼り直さないといけなくて、で、一応こうやって買っておいたんですけど、やっぱりタイルあんまり好きじゃなくて、っていうのがタイルって表面はツルツルしてて掃除しやすいんですけど、汚れすぐ落ちるんですけど、まあ、見ての通り目地がね、どうしてもどんだけ掃除してもちょっと取れなくて、もう削るしかなくて、で、一応今回リフォームするにあたってこういう目地剤っていうのを入れれば新品同様になるので、まあ、それで綺麗にして終わりでいいかなと思ったんですけど、やっぱり今後の掃除のしやすさとか考えると、まあ、見た目もかっこいいしキッチンパネルの方がいいなということで、やっぱり全部剥がしてキッチンパネルを貼りたいと思います。お口どうしたの？で、あとね、このレンジフードも交換します。やっぱりで、シロッコファンっていうちょっとかっこよくてスリムな今流行りのレンジフードを入れたいなと思って、まあ、それは自分でやります。だからそれが1点目2点目と。で、3点目がこの戸棚が真ん中だけこうやって開閉の扉で、上と下がこの引き戸式なんですけど、これがね、とにかくね、重いんですよ。重くて、で、この取っ手が小さいので手が痛いんですよね。で、開けるのが大変なので、で、しかも引き戸って真ん中までしか開かないから、結構出し入れしづらかったりするじゃないですか。こっちを開けて、今度こっち開けたいなと思ったら、いちいち閉めてから開けないといけないので二度手間だし、で、まあ、こうやって段差になってるのもちょっとあんまりなんかかっこよくないので、だったらもう全部真ん中と同じもう開き戸にしてしまおうかなと。もちろん綺麗にして、そんな感じかな。で、こっちはまだちょっと先、で、ここなんですけど、こう施工するのにこのガスコックが邪魔になってしまうので、まあ、これをうち都市ガスじゃなくてプロパンなんですけど、元のバルブを閉めてこれを取って目くらを入れたいなと思うんですけど、これがねちょっと資格がいるんですよ、ガスって外すのに。で、僕資格結構持ってるけどガス関係は持ってないので、これはガス屋さんに来てもらって、で、このコックを外して目くら入れて、施工が終わった後に今度一口のコック、2つあっても使わないので一口のコック入れてもらって、まあ完了かなと。こっちはそんな感じかな。で、その明日来るので、このコック取りに、目くらしに、とりあえず今日は一回この調理台を取って、タイル剥がして、こっちまで剥がして、で、まあ、本当は最初にねこの辺も外した方がいいんですけど、ちょっとやっぱりまだ使いたいので
ギリギリまで配管傷つけないようにタイルを剥がして、でタイルってね結構割れたら鋭利になってるんで手を切るっていうことがあり得るんで、そこ気をつけて作業していきたいなと思います。ってことでまずはこの辺から始めます。じゃあ始めるよ、猫吉。猫吉危ないからね、おいで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 、はいはい、分かった。お部屋戻ってなかった、こっち。それとこの調理台とシンク、このままゴミに出すと多分相当お金かかっちゃうんですよ、これって重いので。なので分解して金属部分は全部売りに行きたいと思います。これメタル会社がこれ買い取ってくれるので、個人でも、その買い取り金額も後でお見せしたいと思います。猫ちゃん危ないからさね、ダメ。じゃあちょっと猫口の部屋閉めて作業始めます。あとでね、猫口。おっしゃ、窓でね。ちょっと大きいハンマーがどっか行ってしまって分からなくなっちゃったんで、原動を使います。ほら、やっぱり打ってあった、ビスっていうか釘だったけど。最初コーキング来ちゃった方がいいのか。ゴキブリいっぱいいるかと思ったらよかった、一匹しかいない。
結構ガチガチにしちゃったから交換しちゃった方がいいか。ここに墨打ってあるからこっから上を交換しよう。あっちは明日かな。プラスこっちの石膏ボード切っちゃおう。
しようか。なんかこの手袋、手がヒリヒリしてきちゃったから仕方ない、軍手でやろう。ちょっと待ってくれ。終わり。
おー。